トアウグステフォンプファルツ・ズルズバッハは、プファルツ選定公バイエルン選定公カール・テオドールの最初の日。エリーザベトは、プファルツ系ビッテルス・バッハ家の子族である、プファルツ・ズルズバッハ公テオドール・オイスタッハの長男ヨーゼフ・カールの娘として、マンハイムで生まれた。母、エリーザベト・アウグステ・ゾフィーは、プファルツ選定公カール3世、フィリップの娘であった。 1742年1月、重帝のカール・テオドールと結婚した。父、ヨーゼフ・カールは、祖父、テオドールをイスタッフ派に先立って死去しており、男子もなかったため、プファルツズルズ・バッハ公は、ヨーゼフ・カールの弟ヨハン・クリスティアンを経て、その息子であるカール・テオドールに継承されていた。カール・テオドールは同年末に死去した、エリーザベトの外祖父・カール3世。 フィリップの選定校くらいを継承。1777年にはさらに、バイエルン選定皇位も継承した。結婚生活は幸福ではなかった。エリーザベトは、結婚20年目にして、長男フランスを1762年に産むが、生後1日で亡くしてしまった。エリーザベトとカール・テオドールは以後別居し、それぞれ愛人を作ったものの、 決して離婚しなかった。エリーザベトは、プファルツのオッガースハイムにある、自身の邸宅へ移り住んだ。1793年の終わりに、フランス革命軍がオッガースハイムへ進軍すると、エリーザベトは、バインハイムへ逃れ、1794年に、同地で没した。1799年に、カール・テオドールも、死去、5歳マリア・レオポールディーネとの間にも子供がなく、 エリーザベトの妹、マリア・フランチスカと同族のフリードリヒ・ミハエルの罰詞、マクシミリアン・オーゼフが、選定校を継いだ。ありがとうございます。